ミュージシャンで、それからラジオのパーソナリティもこの沖縄の地元でおやりになっていて、はい、で、同時にですね、イベントのプロデュースとか、はい、いろいろ多岐にわたって活躍されて、この沖縄の音楽シーンでは結構顔役だっていうふうに聞いてますいえ、何も言ってませんで、加えて、まあ、そういう行動力を生かして、普天間問題から、昨日のね参院選もですけれども、その政党のどこかの国を担いで、応援に駆け回っていたりとか、あるいはその、普天間基地移設、県内移設反対運動というんでしょうかね、そういうものに一部関わられているとかいうふうに聞いてます。どんなことをやりになっているんですか？ですね、もともとそのライターの仕事もしているので、雑誌にずっと音楽のコラムも書いてたんですけれど、まあ、音楽イベントもプロデュースしたり CD のプロデュースしたりいろいろやっているうちに、まあ、辺野古の問題とかも聞いてはいたし、基地はできない方がいいなみたいな署名とかをしてたんですけど、なんか何も踏み込まずやってたところ、まず2004年に、私宜野湾市民なんですけど、ヘリコプターが、米軍のヘリコプターが本当にお家の近くに墜落して、沖縄国際大学の事件ですね。それでその時に、基地ってやっぱり怖いんだな、もうずっと宜野湾市民なんで、なんか慣れてたんですけど、怖いものなんだなって初めて気づいた時に、自分の友達のミュージシャンで、デューティーフリーショップ千葉な辰巳っていうのと、角膜釈迦っていうラッパーが、CD を作って、デューティーフリーショップっていうバンドの、ボーカルの千葉な辰巳というのがいて、千葉な辰巳さんと、それと角膜釈迦という角膜釈迦ラッパーがいて、でこの2人がこれは見過ごしてはいけないだろうということで、それを曲にして、民のドミノという曲を書いて、で民のドミノ、民は民間の人民の民、人民の民に、民にのドミノ、ドミノ倒しのドミノっていう曲を書いて、それは事件の内容と、あと小座暴動を少しこう絡めたような、曲を書いて、CDR にして、そのノンフライゾーンコンサートっていう、その事件に対してこの抗議の意思を表明する、イベントでも、で無料配布したり、あとインターネットで配信したりして、やっぱりその墜落した事件が全く県外で報道されてないということを、インターネットで配信することによって、って伝わってないしって内地の人から言われて、それで相当その情報落差があったんですね、当時。だってその時ちょうど2004年の8月13日って、アテネオリンピックがやっていて、それと誰さんなんとか引退、野球の世界の引退とか、監督の引退とか、なんかいろいろあって、その内地ではすごい新聞一面はやっぱりそのアテネとか、そういうのが報道されてて、沖縄ではもう私なんかからしたら自分のお家に帰れない、道の封鎖がされたり、大事件ですよ。煙ももくもくして学校にヘリが落ちたなんて。でもそれも私たちにとってはもう何日間もその機体が落ちてるわけだし、壁は黒いし怖いしっていうことが、なんか内地では伝わってないよっていうのをインターネットで知って、私は彼らがやったことをすごいなと思って、別に辰巳も角膜も別に有名人じゃないのに、その曲がブワーッと広まって、坂本龍一さんとか、その角膜釈迦が尊敬しているアメリカで活動しているシンゴツーさんっていうラッパーとかに届いて、反応が来てっていうのを見て、あ、音楽の力っていうのはこういうこと言うんだなと思って、それで私も今まではなんか基地もなんか嫌だなって漠然と思ってたけど、何かしないとなと思い始めたところ、これはごめんなさい、今言われたその抗議のために作った民のドミノというですね、曲については、これはその今もインターネットで聴けるんですか？あ、聴けます。あ、本当？じゃあこれは URL を、あ、今言えます？空で。わかりません。わかりません。わかりました。じゃあこれは多分ね、千葉な辰巳とか、で角膜釈迦で検索したら出ます、動画もあります。わかりました。千葉な辰巳さん、あるいは角膜釈迦さんね、でもしくはその民のドミノ、あるいはそのもしかしたらそのヘリの墜落という、そうですね、そのカテゴリーでもかかります。あとツイッターで URL をね、後で流します。僕は後で流しますから、はい、皆さん見てください。はい、聞いてください。はい、それで、ごめんなさい、話、全然突っ込んでくれないと、息継ぎなしに喋るんで。で、結局その絵が一つきっかけになって、自分も何か施したいなというふうに思
思い始めた。思ってて、うんうん、で自分は東京の代々木公園で音楽のイベントをやったりしてたんですけど。東京にいたんですか？うん、ずっと沖縄なんですけど、沖縄の子たちを見てもらいたくて、東京に連れて行ったのが2回、3回、2002、2003、2006と連れて行って、2006年にはその2人も連れて行ったんですよ、加古幕と辰巳を。で、そのイベントに出演した辰巳が、健子さん、実は、来年辺野古でイベントをやろうと思ってるんですって言われて、実はその2006年の年に沖縄の若手のレゲエのミュージシャンたちが集まって辺野古でピースミュージックフェスタというイベントをやったのをびっくりして、というのはこの角膜と辰巳は2004年にそのリリースしたことによって、なんか、あ、若い人にも基地のことを訴える人が出てきたっていうような感じで新聞でコラムを書いたりとかっていう、ちょっとパッと出たのに、彼らの関係ないところでそのミュージシャンたちがイベントやったことに驚いて、なんで終わった呼ばれてないばみたいな、びっくりして、なんで終わった呼ばれてないばなんで俺たちが呼ばれていないのかと、その平和といえばこう名前が上がってきても良さそうなのに、それに感動して彼らが自分たちと違うところでも違うムーブメントが起きているってことに、文句を言いたいんではなくて、じゃなくてすごいみたいな、それは沖縄の中でですか？そうそうそう、いろいろ同時多発的に、誰かセンターがあるっていう、ここだけにあるというのではなく、誰かがリーダーではなくてね、でまたそれを独り占めしようとか占有しようとかということでもなく、でもなくて同時多発的にいろいろな人たちがそれぞれに、同じようなことを考えたり模索を始めたと、でそのことにちょっと感動したなって、ね、そうそうそう、そやっぱりこっちもなんかしなきゃと思っていたのに、そうそう、なんか、中心がない、それで繋がるみたいな、中心がない、そう、誰がリーダーとか決まってないんだけど、すげえかっこいいと思った人がこう反応していくみたいなので、で彼ら見に行って、それでなんか僕たちも来年は出演させてください、何か手伝いたいって言って行ったところ、辰巳は実行委員になって、それで私を声かけた、来年そういうのを自分も参加してやりたいと思うから、健子さんイベントを仕切る手伝いをしてくれないかって言われて、私はでも もうそういういろんな音楽関係者がいるから別に私が行かなくてもやれるでしょうと思ったけど、私その時超エコのことを考えてて、食器洗浄車を東京で使った、食器洗浄車じゃない、リユース食器、洗って戻す食器を使ったのを辰巳が見て、これ辺野古の海を守りたいというイベントで、ゴミをいっぱい出したら意味がないから、健子さん食器洗浄車じゃ食器リユース食器をこのイベント使えないかって言われたんですよ。そしたらなんか、あ、役に立てる私と思って、だから私よく人に話すとき、私の初めての辺野古にへの関わりは皿洗いから入りましたって。でそれに行ったら、このイベントに関わるには何も知らないでホイホイ行っちゃいけないだろうということで、座り込みの人たちに話を聞こうって言って、行った時に言われたのが、君たちミュージシャンはね、実は後ろめたかったんですよ、なんかその、イベントじゃなかった、座り込みしてるのは知ってるのに、行ったことない私たちが今さらのこのこと言っていいものやらっていうのと、あっちはなんか命をかけて運動してるんじゃないか、それは半端じゃないかまでやってるの、こっちは半端もんだと、今さらね、今さらどうなんだと、まあまあそう思う人は多いですよねって思ったし、しかも今から行ってね、例えばこんにちはって言って行って、うん、は帰るのって言われたらどうしようと思って座ってけみたいな、そうどうしようと思ってたんだけど、一応話を聞かないとイベントできないってことで、聞いた時に言われたのがね、君たちには君たちにしかできないことがある、自分たちは座り込むことしかできない、で自分たち、君たちミュージシャンがこう座ってる僕たちのことを伝えてくれって言われたんですよ、これ私初めてなんか呪縛みたいなのが解けたみたいになって、ああちょっとそれならできますみたいな、鳥肌が立つような感じがね、私ね、それはそれならできるし、でね、君たちね、僕たちよりも国や米軍が今何を恐れてるかというと、君たちがどれぐらいこの問題を騒いでしまうかを恐れてるんだよって言われたので、あ、そうなんですかみたいな、役に立てるんだと思って、じゃあ騒ごう騒ごうっていうことで、それでイベントをやることにして、そっから私初めて辺野古の人たちと直接関わって、その前にも実は真夜中深夜さんっていうフォークシンガーの方たちのイベントに出たことはあったんですけど、もう出て帰るだけでなんかごめんなさいみたいな気持ちがあったんですけど、やっとなんか分かった、私にもできると思って関われて、それからは気軽にその内地からお客さんが来るために、あ、じゃあ辺野古行こうよとか連れて行けるようになって、おお、あしとみさんとか、おお、まんちゃんとかって行けるようになったら、なんか座り込みって別に怖い人たちじゃなくて、ただ自分たちの守りたいもののために自分の時間をどこに突っ込むかっていうことで、彼らはそこを選んでるだけであって、私たちも違う角度でもできるんだよっていうことが伝えられるようになった。長い前置きでしたが、いやいやいや、これ前置き、もうだいぶ